皆さんこんにちは。観音崎さん博物館のヤギッチャです。なんかお仕事してるんですか？火山の水、うん、なるほど。今日はまた千崎さんが来てくれてます。下駄を履いてすごい背が高くめちゃくちゃすごいですね、この足が。体幹をトレーニング。なるほど、トレーニングですね。いきなり来てこんな手伝わされて仕事をさせられるというお世話になってます。ありがとうございます。どこに水あげるの？マリーゴールド。マリーゴールド。どこにあるの、マリーゴールド？さっきにはこっちの方の、はい、マリーゴールドにあげるんですか？マリーゴールド。なるほど。パラパラなのでね。へえー、夕方にあげるのが大事なんですよね。そう、今はね、お湯になっちゃう。お湯になっちゃって、そうなんですよね。素晴らしいね。確かにすごいですね。今日から夏休み始まったんだっけ、みんなは？え、3日前。あ、そっか、夏休みが始まったわけですけども、どんな夏休みにしていきたいとかありますか？とりあえずじゃあ、うん、丸太山のスタート撮りますよ。あ、そうね。ヤグちゃん結構撮ってるじゃないですか。お、あ、クロギンとかマルタも取ってますね。メスだけどね。今年は彼らはトンボ取りを頑張るために毎日最初に行ってるそうです。ヤブヤマだね。頑張ってますね。そしてちゃんと腹綿を抜いて防衛で標本作ってますね。素晴らしい素晴らしい。あ、そうね。もう一人取ったらしいしね。そうそう、あいつやりやがったよ。あれボラいない？います？すごい。あー、ほんとだ。ほんとだほんとだ。違う。バタラ浜も朝すっごい混んでましたけど、ちょっとすきましたね。でも荒れてるね。バタラ浜今日本当はね、死んでたらお父さんここで走るよ。走る？走る。あ、そうなの。なるほど。こんなことも公開しちゃってもいいんですか？あ、そう。おい、巻きながら歩いてんじゃないよ。なんか道になってるじゃねえかよ。ダメだよ、ジョー君。皆さん、今年も蜂がいっぱい来ます。あ、そうだね。またこれ落ちてるね。去年そういえば取ったもんね、スズメバチの貝。そう、また来ますね。高圧が強いなと思って。下駄を脱ぎました。下駄を脱ぎました。高圧が。あ、なるほどなるほど。こうやって普段皆さんの力で花壇とかが。あ、でかい。あ、これはタガメの餌です。タガメの餌ですか。はい、ありがとうございます。これがタガメ展始まりますからね。それの餌も兼ねて。皆さんこういうことをやってるおかげで、観音崎公園が綺麗な風に保たれてるということをね、ご理解いただければと思います。じゃあまあそんな感じ、サブちゃんなので。皆さんお疲れ様です。バイバイ。僕は普通に帰ります。